以上、ニョキッと登場、どうもキノコでございます。最近ね、ちょっと悩みがあるんです。ニョキッと登場っていうオープニングあったじゃないですか。最近、座りになったせいで、ニョキッと登場ができなくなってしまいました。ニョキッと登場すると、こう言って、ニョキッと登場キノコでございます。な感じになってしまうんですよ。なので、ぜひともみんなにお願いがあって、こういうニョキッと登場だったらキノコちゃんっぽくて可愛いんじゃねっていうのがあれば、ぜひコメント欄にお願いいたします。はい。さて皆さん、始まりました。キノコの質問コーナー。早速、レッツラゴー。一つ目、キノコの名前の由来は何ですか？楽しみとか面白みを求めている方には本当に失礼ながら、髪の毛の形です。次、髪を短くした理由ときっかけを教えてください。ある雑誌の企画で髪の毛をこうビフォーアフターするよみたいなやつでショートヘアにしようってなってショートになりました。次、好きなキノコは何ですか？食べうるキノコはナメコとエノキが好き。あ、でも見るキノコはベニテングだけどカエンタケが一番好き。両方とも毒キノコです。はい、次、ストレス発散法は何ですか？基本的に睡眠と掃除です。特にイライラした時は掃除。部屋の中どんだけ綺麗でもイラッとしたら掃除します。ズラーッつって綺麗になると、なんか心の中もスーッてなった感じしますね。次、座右の銘は何ですか？良い加減に生きる。自分1か100しかできなくて完璧主義者だったんですよ。まあ今もまだ残ってるんだけど、お世話になってた人が、いやキノコ、人間はな 100% の力出さなあかん時もあるけど、いい加減でええ時もあるんやで、それはええ加減にせえやっていう方のいい加減じゃなくて、良い加減と書いていい加減に生きるという言葉が好きです。次、古着に月いくらかけてる？いやー、これね、わかんないんだな。ちょっとこれは金額計算してやります。次、洋服の値段どれぐらいまで買えますか？一着で今まで本当に高かったのが6万なのよ。でもちょっとソロぼっち、ずっとそれ言った30代40代50代もずっと着れるようなコートが欲しいので、10万の服を買いたいとは思います。次、メガネはどこで買ってますか？メガネの市場。次、皆さん、ここはちょっとね、話が長くなる可能性があるので、ぜひともゆっくり聞き方はゆっくり聞いて、速度を速くする方は速度を速くしながら聞いてください。はい、行きます。一番みんなが気になることじゃないでしょうか。モデルになったきっかけです。多分こういう風に言うと、知らない方とか、え、お前モデルなの？とかって思われたらすいません。あの、モデルもどきみたいなことをさせていただいておりますので、まあそれもちょっと含めてお話しさせていただきます。はい。数年前、キノコは Facebook で友達と文化祭にいる時の写真をあげました。その時に写った写真を友達の友達が見て、その友達が大阪モード学園の男の子でした。その男の子は私にオファーをしてきました。ブライダルモデルやってくれませんか？そして私は答えました。髪の毛も染めたことがない、メイクもしたことがない、どうすればいいんだ、これは受けていいのか、というふうに感じました。友達に相談しました。ね、これさ、どうしたらいいかな、話聞いたんやけどさ、受けてみたらいいんちゃう？というふうに言われたので、私は受けることにしました。受けた時本当に髪の毛が金髪とかメイクとかも初めてやって、誰これ私みたいな感じで、本当にもうシンデレラのような気分だったね。でそこでとある女性に出会いました。サロンモデルを募集している美容師さんでした。もうこの方が本当にもう第一歩の大きいきっかけの方。いや、もちろんその大阪モード学園の男性もすっごいきっかけの方なんだけど、その方も本当に大きいきっかけの方で、まあなんかその自分が可愛くなるっていうよりかは、自分ってどこまでいけるのかなっていう気持ちがあったので受けることにしました。そしたらその人と初めてやったのが赤い髪の毛で撮影をしたんですけど、その撮影をして街を歩いてると声をかけられるようになりました。っていうのが美容師さんです。でそこから撮影をして、ちょうどその時期に並行でインスタグラムが流行ってきました。でインスタグラムでそういう撮影のデータをこうバーって載せていると、美容師さんが見てこうオファーをしてくださいましてですね、それでそのデータを私はあげる、そういう日々を続けていました。するとちょこちょこフォロワーさんが増えていきましてですね、でそこから今のマネージャーと出会いました。もともと Twitter からとあるアプリのインフルエンサーをしませんかということでこう呼んでいただいたのですが、その方がね、転職するということで、よかったら今の事務所に入りませんかといただいたんですね。で無事入ることになり入ったんですね。もちろんインスタグラム、そして事務所に入るっていうことをしながら、あとその前に実は関西ガールズスタイルっていう雑誌で100人スナップの中に私入ってたんですけど、そこで飯坂マニアストアーズさんっていう楽天のブランドさんがあるんですけど、そこからオファーをいただいて着用モデルとかもするようになりました。
で、プラス古着屋さんで働いたりとか、古着屋のモデルをしたりとか、それもひっくるめて自分がやりたいこととかをやってみたいなってことを、まあ、インスタグラムとかツイッターとか、あと事務所の人たちにこういうことしたいんですっていうふうにこう言ってたんですよね。そしたらそれがどんどん叶っていって、で本当に気づいたらこういう感じになっていたという慣れ初めです。なかなかちょっとごめんね、説明がすごいベタベタしちゃってるんだけど、最後です。どんな YouTuber になりたいか。ファッション YouTuber にはすごくなりたいです。もちろん知識もすごく大事、めちゃくちゃ大事。それ以上に私は服の選ぶことの楽しさとか、自分は何にしか似合わないっていう、何々しか似合わないっていう固定概念をちょっとでも外して、いろんな可能性があなたにあるよっていうことを伝えていきたいです。基本的にはファッション YouTuber というものがあって、でプラスその中でも伝達できる人、伝えることができる人になっていきたいなとすごい思っております。へい、ということで以上でございます。皆さんどうでした？まあちょっと上京してるんですけど、人にすごく恵まれてます。マジで友達もだし家族もだけど、今の事務所に本当に恵まれてる。日々努力する中でいろんな人にいい人に巡り合えて、自分もこうランクアップしていくし、その中でもやっぱりこうやって見てくださる皆さんとか、コメント欄いただく方とかもすごい含めて、なんか自分の中で心の栄養になってます。うん、でも本当にそういう風に感じるので、ぜひこうやってみいつも見ていただける皆さんに本当に感謝しております。ありがとうございます。なんか質問コーナーなのこれっていう感じだけど、はい、ということで皆さん本当にこれからもキノコよろしくお願いします。今回人生とかなんか夢とかの結構質問コーナーをギュってまとめてみたんですけど、ちょっと今度ファッションとかね、恋愛とかそういうので縛って喋れたらいいなと思います。はい、ということで皆様本日もご視聴ありがとうございました。はい、ということでこれから週4投稿頑張ります。はい、ではニュキッド登場キノコでございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。